ロシア語による日本地図日本語のキリル文字表記とは日本語をキリル文字で記述する方法。キリル文字化の一種。スパルビンによるキリル文字表記。1900年に東大学で日本語を教授し始めたロシアの言語学者であるスパルビンによって作られた最初のキリル文字表記。その表記は当時のロシアの日本語学者の中で人気であった。絵の音に ではなく、世の音に、ではなく、との二次、地の音のシーンに、ではなく、が使用されている。ポズニエーフによるキリル文字表記。1907年に、ロシアの言語学者であるポズニエーフは、特本という教科書でスパルビンと異なる表記を出した。その表記は、東京方言に基づき、音訳を日本人の発音に近づけるのを目標としていた。座のシーンに、 と税の二次ではなく、税のみを使用し、ジャズのシーンに、と税の二次を使用する。ポリワーノフによる、キリル文字表。ロシアの言語学者であるエフゲニー・ポリワーノフによって1914年に作られ、1917年に学的に立証され、そして、1930年に公示された第三目の、キリル文字表。現代ロシアにおける標準的な表記法。ポリワーノフは、 オズニー AF のものと同じように、東京方言の発音をできるだけはっきり伝えようとしていた。ウクライナ語における日本語表記ではロシア語におけるの部分をに置き換える。ティブロバ・オディネーチによるキリル文字表記。し地の死因に、ではなく、が使用される。ボンダレンコによるキリル文字表記。現代ウクライナにおける標準的な表記法。中澤秀彦による キリル文字表記。ティブロバ、オディネーチのものとほぼ同じだが、チョの表記が、ではなく、チゃ、チュ、チョの表記が、ではなく、である。日本語のロシア語表記において、のとのは、になる。ウクライナ語表記では、のとのが、になる。例として、君が用ロシア語アルファベットで表記する。ありがとうございます。